は。あきおめです。良いお年を。早いね。こんばんは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 しか流れてこない。こんばんは。あきおめみんな、こんばんは。こんばんは。こんばんは。すっぴんでお送りいたします。すいません。あ、1月8日僕タイム合ってます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。元気だよ。あのメイクしてないくてごめんなさいって感じなんですけど、公演取りました。待ってます。すごい嬉しい。なんか嬉しい。好きとか大好きとか言ってくれてありがとう。こんばんは。こんばんはだね。本当に全くマジで何も考えてなくて何話そうって感じなんですけど、これ黒みたんつけてるよ。適当にお話していきたいと思います。のっぺりだな顔。フリースタイルでよろしくお願いします。前髪がねちょっとうまいこといかなくて。あ、でもいい、あげた方がいいよね。お餅は10個ぐらい、トータル10個も食べてないかも。それ10個は食べてない。え、どっちがいい？こっちか、さっき。こっちでいっか。きなこ餅、ぜんざいとかなどなど。あ、前髪切った。前髪切ったよ。どう？こんばんは。餅はうまい。それはそう。餅はうまいよ。餅はうまいよ。なんかなんであんなに美味しいんだろうねってくらい。今日買ったマスカラは使ってない。今日はメイクしてない、ごめんなさい。おしるこいいよね、わかる。でもマジで今日1月1日は食べてないか。やってくしゃみにさ、はっきゅんはっきゅん。1月2日から1月今日まで食べ過ぎました。ずっと食べてた。ずっとではないけどたくさん食べて幸せなお正月を過ごさせていただきました。
いちごやばくない？いちごレミやばいよね、あれ。あ、いちご超やばい。あー、もうダメ、もうダメ、もうダメ。いちご大好きで、おばあちゃんからたくさんもらったので、朝も食べたし、昨日の夜も食べた。幸せよ。お年玉ももらった。何に使えばいいと思う？みんな何に使おうか。いちごラブ。いちごラブ。あ、ごめんなさい。ごめん、うん、ごめんなさい。ごめん、本当にごめんなさい。ごめん、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 あー、吸った。ごめんなさい、ごめんなさい。もう、そう、吸った、吸った。ごめん、ごめん、ごめん、本当にごめんなさい。あ、大丈夫です。全然大丈夫。そう、ごめんね。あのそう、大丈夫、全然。そう、マネージャーさんから電話かかってきちゃって、後でかけ直しますって言っといた。ごめんね。ゆっくり、あ、やっぱ間違えた。ゆっくり配信してくださいって。ごめんね。大丈夫です。もう。あ、そう、全然大、そう、大丈夫です。後で書き直すので。大丈夫だよ。取り乱しました。申し訳ない。もう大丈夫。もう大丈夫なので。仕切り直して、戻りましょう。正月太り、正月太り意味してないよ。え、すごい、たくさんクマ、ありがとう、クマ。そう、正月太りしてない、してなくない？顔ふっくり、ふっくらしたかな、ちょっとだけ。大丈夫だよね。まだいける。まだ食べれる。ちょっとだけそう見える。やばすぎ。嬉しい、みんな優しいね。可愛いから平気よ、だって。食べたいじゃん、いっぱい。食べたいよ。だってお正月なんて1年2回しかない。からね。みんなも食べよう、正月いっぱい。そう、成長期だし、成長期だし、だしね。福袋買ってない。お年玉の使い道どうするか、どうしようって感じ。大事。うん、餅好きそう、好きです。貯金はもちろんする。貯金するのはね、もう貯金したの、あのさ、もらったじゃん、お年玉を。で、半分っていうか、ほぼ半分貯金してます。ママに渡した。これは貯金しといてって言った。だから、ああ、そう、他は手元にあるやつはもらえるから、そ
それをどうするどうしようと思って、そうママにちゃんとこれは貯金しといてって言ったから欲しいものか、なんか物欲あんまなくてさ、全体的にレミがね、そうだからでもどうしようと思って、でも使われませんよ絶対使う、そう美容グッズなんかさ、美容グッズとかエステとかもういいなって思ったり、なんかさ針やるやつあるじゃん、あれやってみたいんだよね、そう洋服とかも欲しいし、でもスニーカー欲しいなと思ってて、スニーカーを今年集めたいっていう強い意志をここに掲げてるんですよ私。だから小顔ローラーは持ってるのだからね、いらないじゃん、もうそうみんなにあげないよ、レミがもらったんだから。なんかね、だったっけ、さっき TikTok で流れてきた、アディダスのなんか可愛いやつがあったんだよね、そうナイキも好き、ナイキのダンクパンダをサンタさんにもらいました。そうサンタさん来たの、レミ知ってる人多いかもしれないけど、サンタさん来たの、そうサンタさん来てナイキのパンダダンクもらいました。あとねプラスでお洋服ももらったのサンタさんに、可愛いお洋服、今度お話し会、来週お話し会で着ようかなって思ってて、そう来たのサンタさん、そうパンダダンクいただきました、めっちゃ可愛い、マジ超可愛い、サンタさん来たのは見てないけど来ました、そうそうなの、だからパンダダンクいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、そうえね、ハイカットもローカットのやつもらったからハイカットも欲しいなって思ってる、ハイカットのダンクとかも欲しいなーって思ってます。あね、なんかサンバとか聞いたことある、えなんかなんだったっけ、なんかお姉ちゃんが言ってた、ママとお姉ちゃんがアディダスのなんか言ってて、なんだったっけ、忘れ、サンバだっけ、忘れちゃったけど、なんか機会あります、もちろん、そうね、何だったっけ忘れちゃったな、名前が、そういうことね、おもろおもろやん、おもろ頑張る、福袋買ってません、ダーリッチの福袋かわいいなと思ってたんだけど、そう買わなかった、そうみんなはみんなはみんなみんなはなんか買いましたか、初売りとかで、初売りってさ初めて買う、初めて売ってるものってこと、初めて買うもの、初売りって何初売りっていうのは初めて売ってるってこと、
難しい、なんか日本語、日本語っていうか、あ、福袋いいね。年始めの影響、あ、そういうことか。いいね、お洋服と靴最強じゃん。おお、初売り行ってみたい。おもろおもろ。そう、なんかそうだからお買い物したいなって思ってる。お年玉もらったし、そうからちょっとね、去年のお年玉使ってないって言ったっけ。そうだからそれも使いたいじゃん。だからね、使いたい、お買い物したいの。あ、そういうこと、セールなんだ、セールしてるんだ初売りって。おせち食べました、おせち食べたけど、なんかそう、おせちね、レンコンとか好きですよ、レンコン。あとはなんか普通に数の子も好き。でも数の子さ、食べ過ぎたら良くないじゃん、痛風になるって今日聞いた。痛風、魚卵系食べたら痛風になるらしいから、みんな気をつけてね。数の子好きだけど食べ過ぎは良くないね。とはなんかハムとかは好き、かまぼこも好きで、あ、栗きんとんね、いいね。あ、そう、プリン体ね、プリン体、プリン体言ってた言ってた。何の話。違う、食べるのはいいの、食べることはいいことだよ、だけど食べ過ぎは良くない、食べ過ぎは痛風になっちゃうから良くないって言ってた今日。だから気をつけてって。カニ、カニ食べました、私カニ美味しかった。でも分かんないじゃん、いつどこで痛風になる、なんか分かんないよ、そんなさ、人生何があるか分かんないからさ、常に頑張って意識していかないと大変だから。え、カニもプリン体なの。カニ食べました、後でツイート、あ、ポストするね、ポスト見て見て、ポストするから、よろよろよろ。そう、鳥取の松葉ガニ、みんな気をつけてね、気をつけようね。でもさ、魚卵って美味しいよね、いくらとかもさ、明太子とかも美味しいじゃん、たらこもそうだし、罪ですわ本当に。いくら好きよ、そう、魚卵がね良くないらしいの。卵ね、痛風のアイドルはなんか別に、あの、痛風になってるわけでもないですし、あの、痛風には気をつけようっていう話をしてるだけなので、なんかやだとかは言わないでください。普通のそう話をしてるだけなので、気まずいから、
そう、食べ過ぎるのは良くないけどね、お正月ぐらいはいいんだよ。そう。そうね。ウニはあんまり食べたことないからわかんないけど、でも別になんかめっちゃ好きやんみたいな感じではない、多分。そうだよ、正月に食べるものは全部ゼロカロリーなんだから、みんな今だよ食べるならたくさん。海鮮はマグロとイクラが好き、あとサーモンも好き、あとつぶ貝とかも好き、あとはそうね、つぶ貝好きだ。みんなは数の子も好き。数の子ってさ、お正月にしか食べなくない？だからさ、嬉しいの、正月って。あ、縁側も好きよ、わかる。嫌いなのか、逆にむずいかも、なんだろうな。でもレミ、青魚とかあんま好きじゃなくて、あ、うなぎ大好きです。意外と味覚が大人。ほんと鳥取海鮮美味しいのだから、みんな来てください。のどぐろとか食べたことありませんよ。そんな、そんな、どんな味するんですか、のどぐろって。サバとか、そう、イワシとかが、焼き魚ではあんま好きじゃない。わさびは大丈夫よ。あ、納豆巻きとか好き、とっても。タイ食べたい。タイあんま食べたことないかも。タイ、タイタイ、そう、なになに、めっちゃ面白いコメントしてる。おもろ、おもろいな。そう、カニって美味しいよね、本当に。炙りチーズサーモンとか好きですよ。チーズサーモン、炙り炙り。あるなんかすごい知らないさ、海鮮たくさん出てきてびっくり。世の中広い。鳥取来て、本当に鳥取は本当にいいところだから。ひゆかちゃんよ、これカニキャラ、カニキャラね。でも二人ともカニ戦ってるから、いつもで大丈夫だよ。次の鳥取イベは近日公開って感じで、近日したいんですよ、近日。え、でもなんか今ハイとかで公開収録やりたいなってすごい思ってて、なんかそう、今ハイ公開収録もトムって感じですね、本当に。なので皆さんぜひ今ハイ聞いてください。大晦日30分、今ね、今ハイってプレゼント企画してるの、お年玉企画っていう、なんかレミのサイン入りステッカーがもらえるプレゼント企画をやってるので、皆さん BSS アプリをダウンロードしてぜひ登録してみてください。待ってますって感じです。よろしくお願いします。そう、 うわ最高、鳥取で海鮮食べて温泉行ったらね、それは最高のプランですよ皆さん、よろしくお願いします。
毎週聞いてる嬉しい。え、すごいよね本当に。今ハイに出てくれてるさ高校生のみんなすごい、なんかすごい、すごい、こんな子才にいたんだって。あ、そう、鳥取温泉も有名ですよ。鹿野温泉とか皆生温泉とか三朝温泉とかたくさん有名な温泉があって、温泉も有名、海鮮も有名、そんなの最高じゃないでしょうか。そう、え、ピンクのとこね。そう、あ、皆さん、あ、まだインスタとかツイッター X には投稿してないんですけど、ウィバースにしか投稿してないんだけど、鳥取県にはピンクの駅があるんです。恋山形駅っていうところ、そこ超かわいい、マジで。でもね、本当にちょっと遠いのね。あの鳥取市からもう1時間ぐらいかかるところにあって、前髪嫌だな。そう、そう、小山形駅とかなんだけど、鳥取市から1時間ぐらいかかるから本当に遠いのだから。そう、でもなんか電車で行って降りて撮影してる人とかいてた。電車の本数も1時間に1本とか2時間に1本とかだから、星さんでも行って大丈夫？え、もちろんだよ。そんな行っちゃダメなところなんてないよ、自信持って。そう、レンタカーは必須だね。あ、マジで周りにも何もない、ちょっと行かないとコンビニがない。そうだから遠いんだけど、無人駅じゃない、人いたよそれなりに。あー、そうね。え、そう。でも車があったらいいって。うん、そうね、そうね。今おもろおもろ、今お姉ちゃんから無人駅だよわら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 って来ました。無人駅らしいです。そういうことね、あの無人駅ってそういうことね。駅員さんがいないってことね。理解理解、人はいましたけどね。無人駅です。そうですね、駅員さんはいません。そういうことだ。バカやばい、バカ、やめて。お客さんいます。無人駅多いからさ鳥取県。そんなことないか。そんなことないよ。人はいますけど駅員さんはいません。そう、線路とかもあって、恋ポストとかあったよ。そう、またあれね、あれするね、写真載せる。やめて、バカにしないで。そうなの？あ、TikTok 撮ってないわ、そこで。
でも大丈夫、動画たくさん撮ったからそれつなげて動画にするね。ごめん、バカでごめんなさい。そう、カンカンってやるやつはあった。なんだっけ、なんかでもなんだっけ、なんかすごい全部の国の挨拶、恋愛みたいなのが書いてあった。そう、ちょっと伝えられないわ、だから頑張るね。ああ、カンカンってやつなんだっけ、なんだっけ、電車が来たら閉まるやつ、あれあったよ、あれ超ちっちゃくて可愛かった。そう、遮断機。なんだっけあれ、踏切だ、踏切は、え、そう、踏切あったよ、そう、閉まるやつ、踏切か、踏切ありました。あとはピンクの椅子があったりとか、可愛かったわ、とにかくハートでした、おもろすぎる。ああ可愛かったからまた写真出すね、待ってて。そう、ああバカってことがバレちゃった、終わりだ。無人駅ですけど、なんかそう電車も来てたんだけど、電車が1号車しかなかった、わかる、言いたいことで、1号車でもないか、これぐらい、1個しかなかった。短い1両。1両しかなかった。そう、また動画載せる。1号車2号車3号車とかあるじゃん、それと同じだよ。もうダメ、調子悪いよ。もうなんか前髪上げてからおかしくなっちゃったから、やっぱ下ろすね。デビュー当時からこんな感じだったよ。そんなことはないよ、ずっと真面目。星空も綺麗だったでしょ？みんなレミのストーリー見てくれた？とっても綺麗。え、みんな爆笑してくれてるの？これ見て。本当だったらそれは嬉しいよ。見た見た？
し、超綺麗じゃない星空。星空巻いてお米もあるぐらいだからさ。そうね、星鳥県とも呼ばれてますし、やっぱり鳥取県の星が一番綺麗ですね。そうなの。ね、なんかさ、田舎の人はさ、あ、都会いいなって思うけど、都会の人って田舎いいなとか思ったりしてくれてるのかな。都会ばっかりにいると、都会っていうか、あ、リミ、星の国鳥取県からやってきましたって言ってるじゃないですか、キャッチフレーズで。あれは星鳥県だからです。そう、よろ。いや、本当にそれで言うと鳥取県は、あの、場所によっては超ちょうどいい田舎だと思いますよ、それに関しては。そう、うん、空気きれい。あ、そう、星取物語で私主演させていただきました。そうね、まあ車がないと不便なところではある。お話し会、お博士会でたくさん大変、車ないと大変だねって言われたそうだからね、車大事、車多いよ、とっても。そう、なんか鳥取県って無人、あ、そっか、無人駅ってそういうことか。改札もないのか、無人駅って。改札ピーってしなくてもいいか。そっかそっか。そう、一人一台大事。家家庭、各家庭に2台はありますね、大体あります。スイカ使えるところもあれば、切符しか使えないところはある。いや、改札ないよ。いや、小山形駅改札なかったよ。だって普通に入れるもん。そう、自動改札はまあその駅によってかな。乗り放題じゃなくて、普通に電車行ってそこでピーってするみたいな。電車乗ってから、だからさ、バスみたいな感じ、バス。そう、バスみたいな感じなのかもしれない、ひょっとしたら乗り放題だよね、鳥取駅です。あ、本当、そうかも。あ、そうそう、ボタンを押さないと開けれないらしい。開けてた、開けてたわ、ボタン押して。路面電車は走ってないかな、鳥取県。そうね、鳥取で何のお土産買えばいい？稲葉の白ウサギを買っとけば間違いはないね。と、何があるんだろうな。でもいろいろあるな。あ、カニのバーニャカウダーみたいな。バーニャカウダーめっちゃ美味しい。あれもう食べたことないけど
鳥取の人はどこで遊ぶの？イオンですね。はい、イオンで遊びます。稲葉の白うさぎ、あ、ナシーンも有名。絶対美味しいでしょ、カニのバーニャカウダなんて。食べなくても分かるやつだよ、そんなの。イオンで遊ぶくない？田舎の人って。砂丘では遊ばないかな。砂丘ってさ、なんか地元の人ってさ、その観光地に行かないとかあるじゃん、よく。そうだから逆に鳥取県民ってあんま砂行かない、砂丘行かないんじゃないかな。イオンで何するの？イオンで映画見たり、プリクラ撮ったり、フードコートでご飯食べたり、あとはそうね、海とか行ったりしてたかも、レミは。うん、海行ったり、普通に公園で遊んでたり。そう、海は行くね。海行くわ、海。海行って、イェーイって写真撮ったりして、そんな感じ。めっちゃ綺麗そう。でもなんかさ、学校で遊ぶくない？学校っていうか休みの日も学校行って遊んだりする子も。うん、そう、普通に学校行って遊んだり。学校でなんだろう、普通に中学の時だったらソフトの練習とかしてたりとか、普通に鬼ごっことかブランコとかしてた。ラウンドワンはないかな。ララポートもない。そうね、学校で遊ぶよね。そう、学校でね、ガストじゃなくてジョイフルなんですよ、私たち。西日本かな。ジョイフル、ジョイフルって知ってる？みんな。ジョイフルファミレスっていう。学校帰りはそうね、ジョイフル、ガストもあるけどジョイフル行こうの方が多い。ガストはあんま行かない、逆に行っちゃったら。ジョイフル行こうってなる。ね、あ、そう、九州とか西日本多いんでしょ、ジョイフルって。あ、東京にも行けんだけあるんだ。ジョイフルのチーズインハンバーグが好きです。あ、ドロ系とケイドロね。その問題について、ドロ系とケイドロはどっちもあるの。ドロ系、ケイドロだったらまあ警察が鬼で鬼じゃん。だけどドロ系だったら泥棒が鬼になって警察を捕まえるっていう遊びなんですよ、私たちの中では。そうだからドロ系しようって言ったら泥棒が鬼になって捕まえる。だけどケイドロしようと言ったら、と言ったら軽泥、警察が捕まえる。そうそう、どっちもいける。あと血統とか、血統知ってますか皆さん。血統、血統懐かしいな、うまい。血統ってやるんだよ。そう、血統、逆パターンもある。逆パターンやってた。血統知らないの？血統、血統楽しいよ。血統は数えてこうやって
まあ鬼ごっこみたいに隠れるんですよ。まあ、かくれんぼ、最初はかくれんぼ。鬼が一人いて隠れます。でみんな隠れてるんですよ、鬼ごっこだから。あ、違う、かくれんぼだから、ほぼかくれんぼで、で見つけられないなと思ってで見つけたら決闘って言うんですよ。何々決闘って、徳永ゆねみ決闘って。そしたら終わっちゃうみたいな。だから鬼が見つけなきゃいけないんですよ、人を。人を見つけて、見つからなかったらちょっと行かなきゃいけなくて、見つけにね。でその間に隠れてる人が、その棒に、棒がないと成り立たないゲームなんですけど、棒に、なんて言うんだっけ、忘れちゃったけど、はいって言ったらもう鬼の負けで、そう、全員見つけたら鬼の勝ち。え、缶切りなのこれ、缶切り、缶切りと似てるんだ。缶切りって缶切るやつじゃなくて、なになになに、缶切りってね、缶切りってリミの中では缶切る遊び。決闘、そうなんだ。缶切り、ちょ、めちゃめちゃ関係、徳永に決闘ってそう言われたら終わり。あー、見つかっちゃったって出ていかなきゃいけない。あ、色鬼とかやってたよ。うわー、これ楽しい、この話。ケットン、ケットン、懐かしいな、ケットンしたくなった急に。そう、あ、タカオニ、あ、タカオニ懐かしい。エモいねこの話。あと巨人さんが転んだとかめっちゃ流行ってた。巨人さんが転んだ超好きだったのに、巨人さんが転んだやばい。そう、だるまさんが転んだもあるんだけど、巨人さんが転んだっていうのもあるの。そう、だるまもある、だるまさんが転んだもあるじゃん。巨人さん、え、知ってる人いる、巨人さんが転んだって。知らないかな。うん、巨人さんが転んだ、そう、めっちゃこれ大好きな、巨人さんが、巨人さんが転んだっていうのは、普通にドラマさんが転んだは、普通にさ目の前であっとかさあっってやるじゃん、なんだけど、巨人さんが転んだっていうのはなんか隠れなきゃいけないの。隠れて巨人さんが転んだの間に隠れるの。これは公園でやるのがおすすめ。そう、狭いところでは成り立たない。そうで隠れて、これも隠れんぼほぼで、見つけたらあっってなって、あっ、はい、見つけたみたいな言われて、で巨人さんが転んだって、あ、また違うところに隠れまして、あっってなって終わりですね。はい、あのだるまさんが転んだの隠れんぼバージョン。そう、障害物がないと無理ですこちら。そう、巨人さんっていうのはなんだろう、なんかさ、なんていうの、その建物から見えたらさ、なんていうの、そう、あれだからいけないから、巨人さんが転んだみたいな。巨人さんがなむずいなむずい。そう、え、わかんない。そうだけど、そう、みんな巨人みたいな。あ、全然。でも背が高い人でも全然できる。公園でやるのがおすすめ、本当に。
そう、はみ出たら見えちゃうからみたいな。そうで、本当に本当にガチ勢すぎたから、レミたちは。ちょっと待って、この配信何時間してる？長いかも、ごめん。本当にガチすぎて、巨人さんが転んだに対して、もうみんな絶対に見つからないように服とか交換して、上着とかを交換して、絶対に見つけられないようにするの。そう、勝ちだったね。そう、マジで、わあ、やば、懐かしい。あの頃は携帯も持ってなくて、 SNS なんて一切知らないさあ時代だったんだなって思うと、なんかその頃って本当に貴重な時間だなって思いますよね。そう、なんかね、そう、エモいね。なんかそう考えると、そう、ちょっと戻り、なんかね、なんかさ、レミが好きなのは金曜日のドラえもんからのしんちゃんの流れ、そしてミュージックステーションを見て金曜ロードショーを見るっていう流れが好きだったの。そう。懐かしい、あの時代。そう、別になんかね、金曜日の王道よ、これが。王道コース大好きです。そう、なんかそういう時間って本当に大事だなって思いますね。金曜日、そう、素晴らしい流れすぎない？それ、今日千と千尋だよ、千と千尋の神隠しだよ。あの、やばいよね、嬉しい、マジ。あそこはゴールデンタイムすぎる。そう、そうなの、金曜日は宿題しなくていいから夜更かしちゃうの。そう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 、そうなんです。エモエモ配信すぎない？これちょっと神瀬取りだよね、本当に神瀬取りなの。わかる、今日金曜日じゃんっていう。そう、カビセトリよ。忍たま乱太郎、忍たま乱太郎とかさ、テンテレとかも、ルルロロとか、あのわかる、すっごい懐かしい。あ、土曜日学校ね、日曜日かな、あ、土曜日か、土曜日のお猿のジョージからの羊のショーンの流れも好きです。あの、早起き、ああ今日見れなかった、早起きできなかったっていう、見れなかった時の後悔で、見れた時の、おー、いい土曜日の始まりだっていう始まり感いいよね、あれは。そう、羊のショーンとかさ、面白くない？なんか言葉発してないのにさ、面白いじゃん、すっごい。なんなんだろうね、あれ、すごいと思う。そう、いや、懐かしい、蘇り配信でした。ありがとう、みんな、なんか変な話ばっかり付き合ってくれて本当に楽しかったです。ではね、いい時間になってきたということでうわ、そうね、握手会初めて行って全然緊張しないと思う、握手会。うん、だから気軽に遊びに来て、てかもうこのネイル外しちゃうんだよね、だから見納めよう。そう、エモエモ配信すぎた、マジで。さすがにいつものことだ。そうね、いつも緊張
本当みんな全然みんなからの緊張を感じないけど、いいこと。そう、ありがとう。じゃあランキング読みます。13位、ポンさん、ありがとうございます。12位、サブちゃん、ありがとうございます。11位、シーナさん、ありがとうございます。10位、ラブイチゴ、レミタン大好きよんさん、ありがとうございます。9位、ヤマちゃん、ありがとうございます。8位、ミズレミグミさん、ありがとうございます。7位、レイドさん、ありがとうございます。6位、島田和幸さん、ありがとうございます。5位、タピさん、ありがとうございます。4位、上田さん、ありがとうございます。3位、永井さん、ありがとうございます。2位、先生、ありがとうございます。そして1位、ひさがさん、ありがとうございます。では大切れみドン。20位、こうさん、ありがとうございます。おめでとうございます。続いてドン。56位、羽山さん、ありがとうございます。おめでとうございます。レストンドン。うわ読めな。うわ、92位、けんせいさん、ありがとうございます。おめでとうございます。読めなくてごめんなさい。あ、やばい。では皆さん、ありがとうございました。皆さん、ウィバースでお待ちしています。ウィバースを取ってください。私の以上、スクショタイムでした。皆さん、ありがとうございました。また来てね。また会いします。バイバイ、ありがとう。またね、バイバイ、ありがとうございました。